瞳がキラキラと輝いて見えるマスカラテクニックをご紹介します。一番重要なのはマスカラをつける前のカールです。まぶたのカーブに合わせたアイラッシュカーラーを選ぶこともポイントです。まず目線を下げてください。カーラーの赤いラインの部分と、まつげの根元をぴったりと合わせます。この時に、眉を上げてまぶたをピンと張らせるようにするとまつげの根元がキャッチしやすくなります。青いラインの部分をまぶたにぴったりと当てたまま、最低、5回から6回、カールしていきます。青い部分を起点にしながら手首を徐々に上に向かって上げていきます。目尻や目頭のまつげが一度で上がらない場合には部分用のアイラッシュカーラーを使ってカールしていきます。上下にパッチリと開いたまつげに仕上げるために下まつげにもアイラッシュカーラーを使っていきます。赤いラインを下の部分まつげのギリギリに当てます。根元を軽く挟んで終了です。マスカラをつける前にマスカラベースを使うことでより少ない量のマスカラで、そしてより短時間にまつげをボリュームアップすることができます。マスカラベースは根元から全体に軽くつけていきます。まつげの根元に当てて最初は左右に軽く振ってブラシの中にまつげをしっかりと入れてください。すぐに抜かずに 1、2 秒待ってからスッと抜くようにするとまつげの根元にしっかりと液がついてきます。目尻、中央、目頭の順に繰り返していきます。塗り残ししやすい目尻や目頭のまつげは、マスカラブラシの先端に毛をしっかりと絡めて放射状に広げるようにしてつけていきます。下まつげはマスカラブラシの先端を使ってまつげの上で小さな円を描くようにブラシを動かしていきます。完成です。コームタイプのテクニックも先ほどと同様に 1、2 秒待ってからスッと抜くようにするとまつげの際にしっかりと液がつきます。目尻や目頭のまつげは一旦内側に寄せてから外側に広げて放射状につけていきます。下まつげはコームの先端を使って軽く毛を引っ掛けるような感じでつけていきます。完成です。